エド・ストラングラー・ルイスはアメリカ合衆国ウィスコンシン州出身のプロレスラー。現役時代には世界ヘビー級王座を3度獲得した。14歳の時にエド・ストラングラー・ルイスのリングネームでデビュー。1920年にニューヨーク版の世界ヘビー級王座を初獲得。1928年にはボストン版アワー世界ヘビー級王座の初代王者に認定された。 1934年にリグレイフィールドで行われたジム・ロンドス戦では実に35,275人もの監修を集めたとされる。この当時、若きルーテイズと知り合い、彼にレスリング技術を教えた。1942年頃よりセミリタイヤ状態となり、1944年に NWA フローリダヘビー級王座を獲得したのを最後に現役を引退。 引退後は、相手史でもあるテイズのマネジャーとして、彼のタイトルマッチや防衛戦を間近で見守り続けた。1966年8月8日、ニューヨークにて75歳で死去。2016年4月2日、WWE 伝道のレガシー部門に迎えられた。ルーテイズは、ルイスを非常に尊敬しており、彼をマネジャーとして指名したほどである。また、 晩年には20世紀最高のレスラーは自分ではなくルイスだと語っており、テイズの考えるベストレスラー25人のうちの1人でもある。あるインタビューでもルーテイズは世間から20世紀最大のレスラー呼ばれることについては決して悪い気はしないが、では前世紀のルイスとシュートマッチをして勝てるかと聞かれればはっきり言って自信がないと答えていた。ありがとうございます。